俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは病院の診察待ち時間が長いと思った経験はありますか？長いだけならまだしも、自分より後から来た人が先に呼ばれるなんてことがあったりしたらどうでしょうか？1分でも早く診察する必要がある重症の患者さんや、他の人にウイルスなどを感染させてしまう可能性のある患者さん、もしくは先に予約をしていた患者さんだったとしたら納得できるかもしれません。しかし、そういった理由もなく自分だけ後回しにされていたとしたらどうでしょうか？体調が悪い時にそんな対応をされてしまったら、とても悲しい気持ちになってしまいますよね。今回は母国でそんな差別をされてしまった経験を持つ外国人のお話です。縁があって日本にやってきますが、思いがけないことが起こり、大怪我を負ってしまいます。日本の病院でも同じように扱われるのではないかと恐れる彼ですが、実際に待ち受けているのはどのような現実なのでしょうか。ぜひ最後までご覧になって確かめてみてくださいね。僕はアフリカ系アメリカ人のカール。仕事の都合で1年くらい前から東京に住んでいるんだ。前はニューヨークで仕事をしていたんだけど、転勤という告知を受けた時は複雑な気持ちだったな。ニューヨークは華やかな街として伝えられることが多いけど、僕にとっては完璧に暮らしやすい街とは言えなかった。それは全て僕が黒人だからっていうのが原因なんだけどね。ただ街を歩いていたり、お店に入っただけで僕の顔を見ると黒人が来たというような顔で嫌がる人がいる。何もしていないのに黒人は悪いことをするやつだと決めつけている人がいるんだよ。そうそう、この前日本人の友達にアメリカの何パーセントくらいの人が黒人だと思うって聞いたら、意外な答えだったんだ。白人と黒人が半々くらいで、あとはその他の国の人たちって言っていた。実際は白人がほとんどなんだよ。 78% くらいが白人で、黒人は 13% くらい。残りはヒスパニック系やアジア系などのいろいろな人種の人たちって感じだね。10人くらいの白人がエレベーターに乗っていたら、黒人は1人くらいって感じだ。この人数の差で冷たい目を向けられるとしたらと想像してみてほしい。僕なんて外出するのがすっかり嫌になってしまっていたんだよね。でもアメリカは僕の生まれた国だ。少なからず愛着があるし、両親だって住んでいる。離れることになってしまうのは寂しいなって思った。それと同時に、転勤先が日本だっていうのには少しワクワクした。僕のお父さんは日本車の大ファンで、ものすごくリスペクトしている。日本車以外には乗りたくないって言っていて、僕も子供の頃からそんな父さんの日本車に乗っていた。その車を作っている国だって思うと興味が湧いたんだ。実際に日本に来てからも、日本車がたくさん道路を走っているのを見た時は嬉しかったな。僕も日本車を購入してドライブをしたりしているんだけど、すごく楽しい。東京ってニューヨークより規模が小さいけれど、その分少し走ると自然の多いところへ出ることができる。日帰りでも十分に楽しめる場所へ行くことができるから、余暇を十分に満喫することができているよ。でも残念ながら数週間大好きな運転ができない時期があったんだ。今のところ僕にとって日本に来て最大の事件で、ものすごくショッキングな出来事だった。その時の話をするから聞いてもらいたい。事件があったのは休日で、気持ちよく晴れた暖かい日だった。その週は仕事がとても忙しかったから、僕は結構疲れていた。僕は近所で買いたいものがあったし、安全を考えて車には乗らず徒歩で外出していた。しばらく歩くと、落ち着いた住宅街の一角に道端にベンチがあったから、自動販売機で買った飲み物を飲みながらのんびり辺りを眺めていた。体力には自信がある方だけど、
休日くらいこうしてぼーっとするのも大切だよなぁなんて思っていた。するとすぐ近くの民家の庭におじいさんとおばあさんがいるのに気がついた。おじいさんは脚立に登り、長い棒の先についたハサミを木の枝に向けている。おばあさんはおじいさんの乗る脚立が倒れないように押さえている。どうやら庭の木になった柿の実を取ろうとしているようだった。しかし二人とも動きがゆっくりで危なっかしい。柿を一つ取るのにものすごく時間がかかっている。あれじゃあ大変だろうな。無理して怪我でもしないといいけど。僕は他人事ながら少し心配になった。僕なら体が大きいから脚立に乗らなくてもたくさん取れそうなのにな。その時そう考えたのが通じてしまったのか、おばあさんと僕はバッチリ目が合ってしまった。するとおばあさんは人懐っこい笑顔を浮かべ、こっちへ来るように手招きしたんだ。僕は迷ったけれど、なんだか放っておけない気がして、おばあさんたちのところへ行き、ハサミを借りて牡蠣を取ってあげることにした。とても小さな庭だったけど、牡蠣の木はそれに合わないくらい立派で、大切にされている木なのかもしれないな、なんて思った。あっという間に、カゴいっぱいに牡蠣が取れて、二人は大喜びしてくれた。そしてビニール袋にたくさん柿を入れて僕に渡してくれたんだ。僕はなんだかとても嬉しかった。異国に来て寂しかったのもあるし、人の役に立てたのも嬉しかったのかもしれない。ふと見上げると木の上の方にはまだたくさん柿がなっている。あの高さはおじいさんには絶対に届かないだろうな。僕はそう思い、上の方を指さし、もう少し取ってきますねとハサミを持った。言葉は通じなかったと思うけど、二人は危ないからもういいというような身振りをした。でも止めるまではしなかったし、このくらいの木ならアメリカでも登ったこともあるから大丈夫だと思ったんだ。僕はひょいっと木に登り、上の方になっている柿を集めた。ほら大丈夫だったと思ったけれど、それが良くなかったのかもしれない。降りる時に油断をしてしまったんだ。仕事の疲れが残っていて、判断力が鈍っていたのもあるかもしれないし、後から知ったんだけど、牡蠣の木ってツルツルしているから滑りやすくて危ないんだって。木の太い部分に足をかけたつもりだったんだけど、つるっと滑ってしまい、地面に勢いよく落ちてしまうことになった。幸い変な体勢で落ちることにはならなかったけれど、衝撃は大きかった。左足に激痛が走り、ぐーっとうめくことになってしまった。おじいさんたちは真っ青になり慌ててしまっていた。しばらくしても痛みは引かず、立ち上がることができなかった。額にはびっしょりと油汗をかき、これからどうしようと迷っていると、どうやらおじいさんたちが救急車を呼んでくれたらしく、駆けつけてきた救急隊員に担架に乗せられてしまった。こんなに大騒ぎになってしまって申し訳ないな。僕はされるがままになってしまい、病院に向かうことになった。人助けをしようと思ってこんな怪我をしてしまうなんて、かっこ悪い。僕は恥ずかしくて消えてなくなりたいと思ってしまった。しかし救急車で運ばれながらも、どんどん足の痛みは増してくるようだった。もしかしたら折れてしまっているのかも。僕は不安になり、母国で嫌な対応されたことを思い出していた。高熱を出してしまい、ふらふらとしながら病院に行った時、ものすごく待たされることになり、苦しい思いをした。病院はそこまで混んでいたわけではないように感じたけれど、待合室ではなかなか呼ばれなかった。気のせいかもしれないけど、僕より後に来た白人の人たちが何人か呼ばれていたようだった。僕はひどい寒気に震えながら、ひたすら呼ばれるのを待っていた。
かなり待った後も医師の診断はそっけなく、あまりきちんとした診断もしてくれなかった。薬を出しますからと言われてさっさと追い出されてしまったんだ。その薬もあんまり効かなくて、苦しい症状が何日も続いて散々だったな。僕は痛みのせいですっかり気が弱くなり、どうせ日本の病院も最低に決まってると絶望しながら病院まで運ばれていったんだ。でも日本の病院はありえない対応だったんだ。病院に着いたらすぐに医師が見てくれて、無事に治療してもらうことができた。数週間すればある程度普通に歩いたり運転したりもできると聞いて安心したよ。結局骨折してしまっていたので2日間入院したけれど、その間おじいさんたちはいろいろと世話を焼いてくれた。あれもこれもといろいろとやってくれて申し訳なく思ってしまうくらいだったな。怪我をしたのは僕の不注意なんだから、そんなに気負わなくてもいいのに。入院中も医師も看護師さんたちも黒人だからといって何か気にした様子もなく、他の人たちと同じように接してくれたのも嬉しかった。正直に言うと日本のありえない対応に僕はショックを受けたんだ。みんな僕を心配して思いやりを持って接してくれるのが伝わってきたよ。僕はこの一件で日本が大好きになってしまった。怪我が治ってからもおじいさんたちの家をたまに覗いて電球を変えたり重いものを運んであげたりしている。お礼に野菜や果物をくれるんだけど、珍しい野菜とかも結構あって面白いよ。木の上のような高いところにはもう登らせてもらえないけどね。日本語も少しずつ勉強しているんだけど、おばあさんが上手くなったねって褒めてくれたりするからやりがいがあるんだ。おじいさんが居合わせた人に僕のことを聞かれて友達って言ってくれた時は嬉しかったな。日本にいると安心して自分らしくいられる気がするんだ。それは僕にとってとてもありがたいことだよ。コロナの時も人種を理由に適切な治療を拒否されて亡くなった黒人がいるんだよね。黒人のアメリカ人は白人よりも新型ウイルスで死亡する可能性が3倍も高いって言われていたんだよ。深刻な状況だよね。日本には黒人に対する偏見を持った人がいない。これは本当に素晴らしいことだよ。家を出る前に差別をする人から身を守らなくてはと心構えをしなくていいんだ。車を荒らされたりしないし、強盗もされない。家の鍵をかけ忘れた時もあるくらいだよ。安心して自分らしくいることができて、本当の自由の国と言ってもいいと思える国だね。日本は黒人にとって素晴らしい国だけど、完璧な国というわけではなく、いくつかの問題も抱えている。完璧な国なんて存在しないからね。だから救いを求めて助けてもらうためだけに行こうと思うのならやめた方がいい。その国に行く必要があるなら、その国に対して自分ができることを考えた上で行くべきだよ。差別とは人をマイナスイメージで判断してその人を社会の中で不当に扱ってしまうことを言います。つまり自分と同等だと認めていないことによって起こり、それが人権侵害につながってしまいます。日本に住んでいるとこのお話の主人公のように黒人に対する差別をあまり感じることはないでしょう。しかしこうした問題は当事者だけの問題ではありません。見て見ぬふりをすることは差別をする人のことを間接的に認めていることになります。自分は差別とは無関係だと思う方も多いと思いますが、人間が生活する状況の中では様々な偏見や差別が生まれています。例えば家事や育児は女性の方が向いている、リーダーシップを取るなら男性の方がいい
といった固定観念を自然に持ってしまうこともありますよね。そういった事柄に無関心でいることなく、差別はいけないことだと毅然とした態度で挑んでいかなくてはいけません。人はそれぞれ違うのが当たり前と、お互いの個性や違いを認め合い助け合っていくことができるような人権が尊重された社会を作っていきたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。